はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、ショップシフト。はい、これね、どういうゲームか概要欄によると、コンビニエンスストアに就職した少女ジェイシーに関するものですが、彼女にはファンがいることを知りませんでしたとのことです。はい、やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりましたね。はい、車行っちゃいましたね。送ってくれたのかな。はい、森ですね。暗いところにありますね。ちょっと周りを一旦ね、見てみましょう。何もないですね。はい、でもなんか、できれないか。はいはいはい。いやー、なんだろうな。なんか今出た？何？フリーザー。壁の向こうのあれか。あそこに行っちゃったんですね。うん。なかなかいいコンビニだけど、気持ち悪いですよね。夜こんな暗いところでって。入りましょう。おー。勢いのいいドアですね。うん。ここが、いますね。店主ですね。これ店長がいますね。とりあえず一旦、お店の中を、回りましょう。はい、お、ドア。ん？ああ。はい。あ、これバックヤードですかね。あ、出れた。あれ？さっき、ああ、そっか、ここか。反対側にドアがあったんですね。じゃあ、話しかけてみましょう。エリック。話せない。外から？ああ、できましたね。うん。OK。これでじゃあ仕事になるのかな？ん？パックオブ、なんちゃら、みたいな。6ドル。ありがとう。もうこれ会話だけでもう仕事できてるんですね。もう次から次へとお客さんが。うん、チップスを買いに来たお客さん。はい、ブレイク、休憩。上にね、数字が51、50とか出てるんだけれども、なんだろうね。で、ドア出れないし、レジ閉めはダメか、まだ。はい、タバコかなあって。え、何すればいいの、この時間で。出れないよね。 I can't leave って書いてありますね。全然出れない。何をすんだこれ。よく、あ、汚れ、これ掃除でもすればいいのかな。休憩時間って言ったって、でも一人しかいないからな。お客さん来たら結局休憩じゃないですよね。まあいいや、あと3、2だから、もう、はい、休憩おしまいですね。あ、またお客さんが。はあ、はあははあ、これただ淡々とこなしてるけど、なんだろうな。あ、なんか変な人来た。ちょっと怪しい。あー、なんか怪しいですね。ビューティフルとか言ってますね。これがあれなのかな、主人公のファンの人なのかな。普通にガム買ってるけど。うん、エンドオブシフト、仕事が終わったんですね。じゃあ帰りましょうかね。出れない、なんだろう、何かやり残してる仕事でもあるのかな。閉めたら出れるとかそういうわけじゃないよね。レジいじったりとかも。ん？ドア？ダメ。でもこの2箇所しか。あ、なんか。違うよね。ダメだよね。ん？じゃあ、あとこれ2分ぐらい、なんか。
待ってないといけない、もしかして。レジ閉めではない。じゃあ待ってましょう。さあやっと終わった。オッケーオッケーオッケー、タイムトゥーゴーホーム。いや長かった。うん、あ、家に帰ってきてるんだもん。うん、で出れない。さあ、あ、電話が鳴ってます。あ、はいはいはい、電話で、はい、ハロー。うん、何これ、ストレンジャーが、あんた一人って、誰、え、何、ドアの外にいる。あ、わ、入ってきちゃったんだ。いや怖っ。なるほど、これは心霊っていうよりもなんかストーカーな感じだったんですね。やっぱ怖いっすね。はい、いや面白かった。といったところで今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。